とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り来てます。おお、いきなり当たりだね。いきなりの当たり。では、行きましょうか。あれだもんね。タワーは、一回クリアするのに、あ、やば、これ死ぬかも。あ、だよね。タワー一回クリアするのに、30分ちょっとかかるじゃん。で、古代狩りは、クリアに、そうだね、10分ちょっとあればクリアできるので、古代狩りを、いっぱい回った方がいいのか、それとも、タワーを行った方がいいのか、どうなんだろうね。すっごい悩むところ。まあまあ、アイテムはね、どうしても、増えてしまうので、古代狩りはね、来なきゃいけないんだけども、まあ、売ればいいんだけどね。売っちゃえばいいんだけど、ちょっと悩むところ。おお、また来た！で、さっきスポンジストライカー出てたね。おめでとうございます。いいな。これ今回も良くないんかい。本当に。ついてないんだよなー。危ない、ああ、ああ、ブスーやられた。え、俺はイカだけど何が出る？もう、また俺だけみたいな感じじゃない？運が悪いなぁ。何なんでしょう。まあ、とりあえず、3周、頑張って、やっていきます。今回結構出るな。チェストの数21個だからあんまりいいかなーって期待はしてなかったんだけど、出るね。いきますよ。まあまあ、ここは別にいいのは出ないけどね。にしても出るな、本当に。で、何が出た？バトルスタッフ、傭兵。二人して外れか。いや、でもね、前にスポンジが2本出てるでしょ。俺はそこでも外れてるからね。今回もあんまり期待できないかもしんない。よし、ちょっと機械トラブルが起きてしまいました。まあ、とりあえず、行きましょう。あのね、Windows 11に変えたんだよね。11に変えてからなんか調子悪いんだよな。はい、外れ。結構出るね。もう出ないかな？また来たぞ。今回かなり運がいいよね。まあ、いいのが出るかはちょっと微妙だけど。またまたかよ、もう。え、で、何が出た？スポーン、マジか。俺だけ？何これ、ひどいな、今日も。一周目おしまーい。いやー、ミスったなー。ずっと最近タワーやってたおかげで、幸運装備をつけてクリアするの忘れてた、もう。ないね。いや、しかしほんとなんだろうね。ボスからのドロップが、悪い。幸運つけて倒さなきゃいけない？でも前はさ、幸運つけて倒すと、なんか、変な感じになってなかったっけ？もうそれは修正されたのかな？いやーダメ。よくないね。よろしくないね、ほんと。3周のうちにね、1個でもいいから、なんか出てきてくれればいいんだよな。ダメっすね。一周目ダメだ。古代人は結構多めだったけど。はい、二周目いきます。もう二周目も、ちゃんと来ましたね。呪われた存在、あ、違う？まあ、スポナーのやつだね。スポナーのやつ。オッケー。行きましょう。呪われた存在じゃないな。違う違う。ちょっと待って、勝手、え？外れ。ピグリンアーマー、あんま良くない。あ、ちょっと待って。倒すとき、幸運装備に変えてるね。
俺も変えてみるか。変えてみようか。いや、なんかおかしい。おかしい。なんだろうね。すっごいラグい。あー、また、ほらほらほら、なんか、変にこう、ワープするでしょ。何これ。めちゃくちゃ調子が悪い。で、黒曜石のクレイモア。いいよ、もう。星なき夜を、もう、そうか。幸運装備してない。やっぱ装備するとだいぶ違うんだろうね。うん。まあまあ、それよりもこのラグさをなんとかしてくれ。それでは2周目終わりです。ダメだな。なんか本当にね、ラグい。動きがね、2秒ぐらい遅れるんだよね。ちょっと再起動した方がいいかもしれません。ないね。やっぱりあれだな。幸運つけて倒した方が全然良さそう。でも幸運で使えそうなやつ、あ、一個あったかな。それをちょっとつけていくようにしよう。ちょっと忘れないようにしないとね。出ないな。あ、ウィザー出た、ウィザー出た。言うてるそばから幸運。だけども、クールダウンなしか。よくないね、本当に。いやー、よくないわ。調子悪いな。3周目行こうか。3周目も来てくれました。3周目はね、ちょっと近接で行ってます。よっしゃ。いけるっしょ。装備忘れてた。もう装備忘れる。もうこれを使おうと思ってたんだ。マジで忘れるな。あ、これこれこれ、強固、幸運と雷フォーカス、クールダウンもついてるんで、あれで行こうと思ったんだ。失敗した。今回は忘れずに装備したよ。 OK。 ただ火力は落ちるだろうね。火力は落ちるだろうけども、いったね。ポーションバリアついてるから大丈夫。いや待て待て、ラグった、ラグった、もうラグった。もうポーションバリアついてるからね、大概のことがない限り。ちょっと待って、なんかダメージが落ちた。これなんか変になってる。なんだこれ。あー、落ちたわ。戻ってきました。もうラグサは大丈夫だね。再起動すると元に戻ったかな。いや、でもラグかった。とんでもなかったね。おし、あ、出た。やっぱ幸運装備か。鍵となるのは。幸運だわ。だね。ちょっと幸運つけていくようにしよう。これマジで重要だ。3周目おしまいです。幸運装備だね。重要なのは。幸運装備だわ。これ装備した瞬間にユニーク出だしたから、間違いないな。まあ、流れ込む魂が入ってるから、当たりだけど別にいらないんだよな。いっぱい持ってるし。いいや。次。ノーマルいりません。次。お、いいね。急兵。クールダウンなし。次。ミステリー。クールダウンなし。影、頼む。クールダウン。来い。ダメだ。雷フォーカスはあるよ。でもクールダウンがついてないはずで。次、谷の小玉。谷の小玉ね、微妙だった。これいいかなと思ったのよ、複数の目標にヒットするってやつで。でもこれはね、あのピンクスコーンドレルとかバブルバースターみたいに、めちゃくちゃ当たりはしない。普通の長弾スキルだったんで、谷の小玉は良くなかったね。緑、
いりません。最後豪華。クールダウンが最近見ないんだよな。出ないね。ブロードソード、まあ、いらない。機械仕掛け、あ大当たり、機械仕掛け大当たりです。ロールチャージついて、クールダウンショット。だね。これパープルストームと同じだけど、まあまあ、持っときましょう。別に、うん、いっぱい持ってるから、いらないっちゃいらないけど、まあ誰かにあげるように、取っておきましょう。はい、ということで、古代狩り、3周行きました。おー、イカ！ああ、クールダウンついてない。ダメ。どれぐらい出たんでしょう？おお、10個。10個出ました。でも、あ、いやいやいや、10個じゃねえわ。9個だわ。9個9個。でも、1つだね。ユニークは。やっぱり、装備大事なんだな。幸運が。めちゃくちゃ大事なんでしょう。あらかたいらないやつばっかりだわ。ひどいもんだ。ツタのアーマーはどうでしょうか。うん。うん。クールダウンついてない。いりません。まあまあ、最後の最後に、ショップで機械仕掛け出たんでよかったっすかね。ロールチャージとクールダウンショットついてます。で、ここは、そうね、アイテムボーナスとかでもいいかもしんないね。うん、アイテム結構出るんで。で、そしてこっちは、別に何もいらないかな。うん、入れなくていいかな。まあ、アイテムボーナスとクールダウンショットで使っていけそうな、ショート棒ゲットです。はい、ということで、古代狩り3周行きました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。